テネストで愛する皆さん、こんにちは。おさチャンネル、本日はですね、最近ねポツポツと店舗ができております餃子の無人販売所、ここで売ってるね冷凍餃子の上手な焼き方、ご紹介したいと思います。買ったことある方いらっしゃいます？36個で1000円だったので、金額だけならね王将の半額ぐらい、しっかり凍ってますね。これね、基本的に市販の餃子っていうのは水分はねそんなにないので、耳のところが硬くなりやすいです。だから後でちょっとね水足さなくちゃいけないんですけども、この冷凍の餃子の場合はね、後で足す水の分をこの表面についてる霜がカバーしてくれますので、ちょっとね焼きやすいんですよ。焼き方はね、これまだね冷たいお鍋ね、そこに冷たい時からね油を引きます。でそしたらね、この油をちょんとつけて伸ばす、ちょんとつけて伸ばすと、こんな感じです。もうそれをねお鍋に入るだけやってください。隙間はね開かない方がいいですよ。ちょっと苦しいけどいっちゃおうか。はい、21センチのフライパンだったらね18個入りました。そしたらね、火加減は弱火にしまして、あとほっとくだけです。めっちゃ簡単でしょ。もやしとか白菜とかね、水分持ってるお野菜なんかは自分の水分で蒸すみたいな感じで、冷凍餃子はね餃子の周りについている霜の水分で蒸し焼きにしていく感じが一番上手にできます。弱火でね気長にやるのが一番いいんですけども、急いでる方はね中弱火ぐらいでもまあ大丈夫ですよ。さあ、そしたらちょっと中見てみましょうか。超いい焼き目。餃子もツルツルに滑ってますしね、このままパカッとやったらもう完成なんですけども、ちょっと応用編ね、あれ少しね水分が足りなくてね耳の方硬そうかなと思った場合は、ここでね大さじ1だけお水入れてください。焼き上がりを見てからねお水追加しても十分ですからね。でお水を入れた場合にやってほしいのは、最後ねこれ蓋を開けてね水分飛ばしてください。今日の餃子もね、今の方がね、半透明になってて良さそうですね。で、お水入れちゃうとね、これなかなかね、さっきみたいにスルスルとはなりません。だからね、このヘラでちょっとだけカチャってやってあげると、派手に崩れてるわけではありませんので、すぐ取れますからね。そしたらね、お皿ひっくり返しまして、せーの、ほっ。こちらが本日の餃子でーす。素晴らしい。できました。めちゃくちゃいいですね。これね、真ん中の方も外側もね色が均一なのがね、ステンレス多層鍋のね熱伝導性の良さを物語ってますよね。これお味どうでしょうかね。我々王将の餃子で慣れてますのでね、舌は肥えてるはずですけども、これ多分ニンニク入ってないかな。すごくね優しい感じのお味です。タレはねあってもなくてもどっちでもいけるかなって感じかな。で餃子にはやっぱりねビールでしょう。最近このね糖質ゼロでちょっと自分をごまかしております。あ、顎キーンってくる。あのね、冷凍の餃子ひっついちゃった時に一番やっちゃいけないのが焦ってねゴシゴシすること。それもね皮ボロボロになっちゃいますからね、そういう時は蓋を閉めてね火を止めて待っておきましたら、中で水分が回るとねつるっと取れてきますんで、もしお家で今日みたいにできなかったとしたらそれやってください。そうしたらね絶対うまくいきますし、ステンレスのね多層鍋は余熱がすごいので、ちょっと待ったぐらいじゃね餃子は冷めません。あとになってねちょっと思ったんですけども、冷凍の餃子並べるときに濡れた手で並べたりしてもね、濡れた手が耳を触りますんで、餃子の耳の部分にね水分がつきましてね、お水なしでもね焼き上がりきれいにいくかもしれませんね。それもねナイスアイデアだと思います。飲んだら冴えてるね。というわけで皆様、良い餃子ライフをねお過ごしくださいませ。それでは動画を最後までご覧いただきましてありがとうございました。